一生美女堂皆さんおはようございます。一生美女堂の時間です。パーソナリティは元のんでお送りいたします。本日は、なんと豪華3名ゲストをお招きしています。チョークアーティストのさよりさんと、初参加の、さよりさんの旦那様のすぐるさん、そしてれいこさんをお迎えしています。後で、皆さんご紹介したいと思います。一生美女堂は新しい女性の生き方として自分を自由に表現して心豊かに生きる粋な女性、粋ジェンヌのためのお役立ち番組です。そしてこの番組ではありのままに自分の人生を生きることをテーマに、女性にとってのお仕事やお金といった現実のお話から感性や直感を使ったインスピレーションのお話まで、毎日を楽しく過ごすための情報などを発信したいと思っています。さて今日のテーマは、インスピレーションとは、インスピレーションマップとはですはい、ゆるい感じで始まりますよいつも、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 また fmgino1 ではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。で一旦ちょっとだけ CM が入って、でまたすぐトークに、もうフリートークに、はいはい、一旦 CM 入って、うん、後半も最後 1,2 分で告知したいことを入れるんですけど、何かあります？イベントとか。私は今このエトさんのやつ、ご本人というか旦那さんがマネージャーさんなんで、はい、マネージャーさんに告知していいかをちょっと今メッセージで聞いてるんですけど、何も言ってけへんかったんで勝手に言うたらどうかなと思う。多分いいとは言い張ると思うんですけど、ね、とりあえず最後まで待ってみて。そうですね、はい、なかったら、あ、なかったな、おさぼさん、はい、では今日も、フリートークでお送りしたいと思います。今日はですね、初参加の方2人いらっしゃるので、ちょっと簡単に声だけ出していただければと思います。まず前回、前々回かな、参加していただいたチョークアートのさよりさん、こんにちは。こんにちは、はい、さよりです。ね、もうチョークアートも、先週の、交流会で、インスピレーションマップ兼、チョークアートのミニレクチャーもしていただいて、すごいやっぱり、あれですね、カラーを使ってこうアートをするって、やっぱりなんかすごく楽しい、ね、参加者の皆さん楽しいって言って、ああ、よかったです、ね、すごい簡単なこう画材、小さい画材に、2色でした。そうですね、3色かな、チョークを自分の好きな色を3つ選んでって言って、そうだ、3つですね。で、チョークアートもチョークと指を、指だけを使うものなんですけど、そう、ですよね。で、なんか私も初めて体験したんですけど、指の熱で、そうそう、体温でにじませるっていうね、そう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 、境目をグラデーションしていくっていう、それがなんかまた間違ったところも微妙な色合いが出て、そうなんですよね、新しい色が作り出せます。とっても楽しかったです。ちょっとまた後で、その話もしたいと思うんですけど、今日はさよりさんの旦那様、すぐるさん旦那を連れてくるってもうなんかあれですね、もうファミリー的なラジオ番組だ、ね、本当ですよね。ね、初参加ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、すぐるさんは普段お仕事はどのようなことを？そうですね、ホテルで働いてて、あ、そうなんですか。はい、そうなんです。会社員です。なるほど、はい、ちなみに今ホテル名言ったらあれですよね、いいのかな、北のヒルトン
でホテルで働いてるんですけど。あ、そうなんですね。そうなんです。すごいあのランチの、うん、あのビュッフェというか、うんうんうん、がすごく人気で、うん、結構美味しいですよね。美味しいですよね。うん、その結構外人の方とか、そうですね、いいですよね、多いですね、場所的に。はい、あ、すごいなんか。素敵そうかそうか。え、ホテルで働くこう一番大変なこととかって。大変なことは、うん、今だと人手不足。あ、もうリアルな悩み切実な悩みやこの観光の方とかが多くなってきてて、はい、でホテルもいっぱい立ってきてるんですけど、この働く人が少ないっていう、うんうん、あ、ちょっとまあ現状もあったりするそうか、じゃあもう一人で 何役もこなさないとか。そうですね、はい、みんなそうですね。あ、そうですよね。夏場とか特にもう、うん、疲れ果てて帰ってきます、ね、そうですよね。もうやっぱり団体とかでドワーッと、ね、来たりすると、やっぱりそのメンテナンスというかこうね、すごいおもてなしというか、うんうん、そういうのにねちょっと疲れたりとかするでしょうね。そっかそっか、分かりました。ちょっとまた詳しく後ほど聞かせてください。そしてもう一人、今日初参加の、はい、本村玲子さんです、はい、こんにちは、はい、こんにちは、よろしくお願いします。玲子さんは、はい、私お会いしたのが去年の、まんま、あ、交流会の4回目、あ、5回目だったかな。最初集客の交流会で、中グスクがどっかでやった時に初めて参加しました。初めてお会いして、うん、はい、すごいファッションがもうなんかすごい素敵だなっていう、本当ですか、ありがとうございます。そう、印象だったんですけど、普段、あ、今お仕事はどんな状況？お仕事は、うんうん、イチョーラという、うん、アクセサリーと洋服のセレクトショップをやってるんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと思うところありまして、うん、ちょっとこう小休止しながら、うんうん、やっていて、うんうん、まあ、ちょっとあの、以前はあの、うん、那覇の牧師、でやってたんですけど、今はちょっとあの宜野湾の方に引っ越してきて、うんうん、ちょっと前のお店とは違う形態でやってるので、なんかこういざ引っ越してみると思ってたのとちょっとイメージが違ったりとかして、ちょっと模索中で、うん、で、まあちょっといろいろ考えて、うん、じゃあちょっと外で働いてみようとか思って、はいはい、あのイチョラで取引をしてた、うん、もうそこから見えるレキオっていうあの沖縄ブランドがあるんですけど、 あのこの通り、まあ、もうその通りって分かんないめっちゃ自分感覚これもう急なの、そうそう、うん、もうそこ見えてるぐらいのところにあるあの沖縄ブランドなんですけどね、うん、そこでちょっと新年から働かせてもらってて、あ、そうなんです、はい、じゃあもう今年から、はい、1月から1月からです、外で1月、4日から働いてます。あ、はい、あ、そうなんですね、はい、前は牧師で、牧師でショップを持ち、はい、一旦宜野湾で、はい、一旦引きこもりながら、引きこもりながら、そう、また外に出ると、ほんまに引きこもった見事にありますよね、なんかちょっと立ち止まりたいっていうか、うん、そうですね、そう、ちょっと第一線でやってたんだけど、うんうんうん、ちょっと待てよみたいに、うんうんうん、もう動けなくなっちゃうというか、そうそう、もうなんか、うん、あの最初あかんあかんこんなあかんって思ってたけど、うん、もう、うん、ええー、わ、素直にもう自分の気持ちに従おうって思って、うんうん、だからもうあの最初しんどかったけどちょっとあの楽になってきたから、うんうんうん、でまあまあ、うん、半年ぐらい好きなことやらしてもって、うん、あ、私幸せやわってめっちゃ思って、うん、でなんかそんな風になんかこう自分のことを認め、やってることを認めれるようになったら次なんかやろうって思って、うん、で外に出てみようかなという。あ、なるほど、うん、はい、じゃあちょうどその、はい、あの立ち止まっていた時に出会ったわけですね。去年の確か10月ぐらいの交流会だったと思うんですけど、うん、そうですそうです、ちょうど立ち止まり中に、うん、出会いました、うん、ですね、
そうなんか今まであんまりその なんていうんですかね、あんまりそのお商売してる人と、こう、ほんまはつながってた方がいいんでしょうけど、あんまりつながりたいっていうのがなかったんで、濃すぎるとかね、極端だと。でまたまたまね、お友達の花ちゃんがやってるの、こういうのあるよって言ってくれて、あのどんな感じって聞いたら、なんかあこれやったらいけるかもっていう感じだったんで。そうですよね、はい、なんか交流会っていろんなフェイスブックとか見ると、いろいろ皆さん開催されてて、ちょっとビジネス系とかもあれば自己啓発とかあって、なんかちょっと感覚がどんなかなっていうのがわからない、だからちょっと参加したいけど、ね、ちょっと悩んだりっていうのもあると思うんですけど、なんかあんまり濃いの行きた、なんかわかる、なんかわかる、ここへは緩いわ、つまりみたいなもうね、緩すぎてこう私やろうかみたいになっちゃうぐらいの、あの感じの、ね、交流会を、やっているんですけど、ね、そこで出会って、ね、そう、私たちが実は1回目から去年の、6月ぐらいが最初だったですかね、あの交流会を始めて、ちょっと模索しながら、ただあの女性を支援したいという思いで始めたんですけど、やっぱ参加される方のいろんな声を聞いてたりとかしていて、あのすごい変わっていったんですよね。で、あの玲子さんがその参加された時までは、割とちょっと企業に、あのフォーカスして、事業を始める人向けっていう感じで発信してたんですけど、なんか参加する方も、もうちょっとなんかフランクにやれたらな、自分のこう言いたいこととか企業にかける思いっていうのを、もっとなんかビジネス目線じゃなくって、あのカジュアルに出せたらなっていう思いで始めたのがインスピレーションマップだったんですね。 でこれはもう花さんの、あの、実際にやってすごく、あの自分の潜在的なものがすごく出るよっていう一言から、じゃあ交流会でやってみようって始めたのが、あの12月の時ですね、あれが最初です。あれが最初やったんや。あ、私たちが参加した時、交流会自体でやったのは最初。あ、あれ違う9月だ、9月、あ、そうですね、ごめんなさい、その前があったんだ、そう、9月に1回やって、そうだそうだ、そうなんです。あ、でもまだ1、2回ですね。で、12月の時で第2回だったんですよね。で、その1回目やった時に、最初みんなやっぱりちょっと企業向けの、あの交流会っていうイメージで来てくださった方とかも結構いたんですけど、でもまあやってることがこうちょっとね、あのなんだろう、イメージと違ったけど、出てきたその自分の本当の思いだったりとかっていうのをこう目の当たりに見て、すごい参加してよかったとか、なんか気づけたと声があったので、あ、これまたやってみようっていうことで2回目3回目とつながっていったっていう、感じなんですけど、その12月、さよりさんとれいごさん参加していただいて、はい、そう、ちょっとその感想というか、あ、作品って今日は持ってきてない、はい、12月のやつはこれですね。あ、なんか、あ、そう、あ、こんな感じ、すっきりだったね。すっきりだったんです。お、これ私が切ったやつがほとんど、そうなんですよ、玲子さんが切ったやつを私がほとんど弾いてるんです。そうですよね、あのインスピレーションマップの手法が、その 3,4 人でグループになって、あの持ち寄った雑誌を切り抜いてシャッフルして、で自分が切ったやつを引くんじゃなくて、誰が切ったのか分かんないけど、とりあえず手に取ったのものを引いて貼っていくっていう、直感で、そうそうそう、その時の12月のさよりさんのが、あ、そうなんです、初めてグループっていうか、みんなでやったものですね。これ多分 ね、これとね、これとか文字以外は全部私ちゃったから、でもそうです、あともう一人
いて、うんうん、3人で弾いたんでしたっけ。あ、そうですね、もう1人女性の赤ちゃん連れの、そうそうそう、3人で、うん、3人で弾いたけど、うん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 、その人のものは多分あんまり弾かず、玲子さんが切ったやつを私結構バンバン弾いてバンバン弾いてた、うん、あ、結構あれですよね、やっぱファッション系、玲子さんっぽいこうファッション系とか。そうですね、なんか自分のこう好きな服のテイストの写真と、あと旅行行きたかったから、もうなんかいろんな、あの、うん、外国の写真ばっかりなんか切ってましたね、うん、あ、そうかそうか、そう、でも不思議と、うんうん、なんか私に思い当たる節のものが結構多くて、うん、と思ってびっくり、うん、そうか、びっくりしました。旅行とかもね、なんかそういうイメージですよね、うんうんうん、でもその幸せビール部、ね、幸せビール部でもすごい、さよりさんすごいと思ったのは、うん、これが出て、あ、ビール部とかいいんじゃないって言ったら、もう速攻動いてくれて、そのね、これやったのが12月1日だったんですけど、うん、その年末にね、ビール部の集まりを集ってくれて、そうそこで、うん、集まったのが玲子さん一人すみません、私も参加する、結構8人ぐらい最初いたんですね参加表明してながらちょっと行けずそうそう、結構みんなご家族が体調不良になってバタバタ年末そう、そして2人で差しのみという、まさかの差しのみ玲子さんと12月のこの1日の交流会で会って、うん、で2回目で差し飲みっていうそうです、すごいですよね、この引きが、うん、しかもね、うん、その引いてたのが玲子さんの切ったやつっていう、そうなんです、組み合わせも、うんうんうん、確かにすごいなと思いましたね。この幸せビール部っていう文字を自分で切ったんですよ、うん、切って、それは自分で切ったんですね、多分自分で切った、うんうん、切って貼って、うんうん、で隣にいた人だったかな、なんか、うん、幸せビール部みたいな感じになって、あ、そっか、元野さんがビール好きなのみたいな感じ、そっから、うんうん、あ、じゃあやろうかみたいな感じになった、うん、なったんですよね。すごい、なんかすぐ形になっちゃうっていうのが、ね、本当ですよ ねすごい。で前回さよりさんは、うん、先週の2回目もされたんですけど、だいぶあの時2回目と、うん、やっぱ今改めて1回目の見ると、うん、全然違いますね。あ、全然違いますね、うん、2回目の時は結構もういっぱい、紙いっぱいぐらいの感じでこう、うん、はみ出したぐらいのね、うんうんうん、すごい湧き出てくるものがたくさんあるっていうね、ありまして、そうそう、1ヶ月ちょっとだけど、うん、あ、結構変わるんだなと思って、それもまた自分に必要な言葉だったり、うん、そういうのを結構弾いてて、家に帰って結構なんかじわじわきましたね。あ、うん、なるほど。そう、玲子さんはその12月やった時の感想というか、ね、イメージ、うん、すっごい旅行行きたかったから、うんうん、やっぱりまあ、自分が切ったのもあったけど、人が切ったちょっと旅行テイストのやつがいっぱい出てきて、あ、そうでしたよね、はい、うんうん、であとちょっと自分が好きなちょっとお洋服のこう写真、うん、テイストの写真と全然自分の好みじゃない洋服のテイストが、ふわふわ系、ちょっとふわふわ系の、ちょっと可愛い系のやつが出てきて、うん、でもすごい結構出てきたから、なんでやろうって思ってて、ずっとなんでこれ出てきたんやろうって思って考えてたら、うんうん、ちょっとだから今後その自分がやってるお洋服屋さんのそのヒントみたいな感じで、うん、ママ友さんにアピールするとか、うんうん、なんかでもちょっと自分でも子供服とか面白いかなってちょっと思ってたので、うんうん、なんかその、うん、自分でもちょっと出てきた時に、何でこんなの出てきたのって思ったけど、うんうん、ちょっと考えて、あ、ママ友とその子供服っていう自分で思ってた、うん、そのなんかぼんやり思ってたのが、ぼんやり思ってたのが出てきたんやみたいな、すごい、そうなんだ、うん、なんかちょっと画像でポンって最初出てきても、なんか結びつかないんですよね。だけど
その参加された方がこういうことなんじゃないみたいに、うんうんうん、なんかちょっと意見を言うヒントがあって、うん、あそういえば思ってたとか、うんうんうんね、そうかすごい。あそれで、はい、その後、うんうん、1月から外に出たっていうのは そういう関連の、いや全然違うんですけど、もともとあの取引のあった、うんうん、あのお洋服のブランドで、うんうん、でまあ、あの今まで那覇に住んでたので、うんあのまあ、その今歴をこの近くの宜野湾なんで、うんうん、私あの運転免許持てないから、うんまあ、その時だったら那覇にもしいたらあの考えれなかったけど、まあ、引っ越してきたのも、うん、でな何かの縁かなみたいにちょっと思ってて、ちょっとなんか働こうかなって思ったら、うん、たまたまなんか求人してるって分かったから、うん、あら面白い、なんか思ってたらなんかそんな流れ来たって思ったから、まだまあ引き寄せですね。そうですね、うん、なんかだから、うんまあ、それですぐどうなるとか分からへんかったけど、ちょっと乗っとこうかなって思ってこう、ね、目の前に来てるから、うん、なんか面白いかもって、うんうんうん、大事大事、うん、なるほど、うん、そっか。すぐるさんはどうでした、その交流会ではね、あの、うん、皆さんとやるっていう機会はまだなかったんですけど、うんうんうん、あのさよりさんと2人で、そうなんです、私も初めてインスピレーションマップやったのは2人で、うんうん、花さんと出会って、やってこういうやり方あるよ、これある面白いのあるからやってみたらって言われて、うんうん、帰ってその日にそのままやって、うんうん、2人で、ね、雑誌買って、うんうん、あ買ったんですか、買ったんですよ2人で、その帰りに、うん、花さんから聞いたその帰りに本屋さんやって、うんうんうん、直感で目につくのをお互い選んで、こっちにちょく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 やって、な何なんだって思いますよね最初ね。そうですね、思ってたんですけどやってみて、うん、また昨日とかの夜も見返してみたらやっぱりなんか面白いなと思って、自分が来たのはやっぱり自分が興味があるものだし、うん、なんか自分じゃないものを、自分が来てないものを引いてるものもなんかあるんだろうなっていう、うんうん、そうですよね、うんうん、2人でやって多分さよりさんが切ったのを引いて、うんうん、最初多分わからないんだけど、いろんな形になってくると、うん、自分のヒントというか、うんうん、どんなメッセージがそこからあった感じです、どんなメッセージって自分のメッセージ、かわいいそう、私のよりも女子力高め、女子力高いなんかウェディングな可愛らしい、さよりちゃんがあの、うん、こういうなんかこうウェディングのチョークアートのウェディングのやりたいっていう、うん、旦那さんが弾いてるみたいな、うん、そうですね、その時そこまでまだ行ってなかったんですけど、うん、弾いてるかな、結構、うん、すごいど真ん中に可愛らしさ、お姫様キーワード強いインパクトですね今後また何かの役に立つじゃないですけど、はい、あとね何ヶ月か後とか何かつながるものがあるかもしれないですよね、でも一緒にやってくれたのありがたいなと思って、男の人ってそんなに好きじゃないかなとか思ってたけど、ね、ノリノリでやってくれました、うん、お素晴らしい、ぜひまた交流会の時こう他の方とシェアできればなと思いますね、すいませんちょっと時間がなくなってしまったのですが、はい、告知は大丈夫ですかね、はい、はい、大丈夫だったそうですね、実はちょっとこの後ラジオの、講習、プロから教わるラジオの講習という、交流会をこのままやりますので、もし聞いてて駆けつけられる方はお待ちしていますのでぜひ FM 宜野湾にいらしてください。またまんまるの、来月の、企画も出来上がりましたら Facebook ブログで、告知していきたいと思いますので、ぜひご参加お待ちしています。はい、では今日もギリギリになってしまいましたが、告知は大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい、分かりました。では今日のお相手は、元のんとさよりとれいことすぐるでした。はい、また、はい、来週の9時半お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。ありがとうございます。